橋花です。私はこのセブブルーオーシャンアカデミーでジェネラルコースを4ヶ月間学んでいます。今日は皆さんに私の通う学校を紹介したいと思います。では行きましょう。こちらアカデミー1階には人気のカフェホラがあります。コーヒーやシェイクなど様々なメニューがあります。またケーキやスナックなども用意してありますので、こちらで楽しむことができます。 Excuse me, can I have a dulce latte? Dulce latte? And then cheesecake please. Sure. Thank you. Thank you very much. Welcome. ではこちらカフェで食べてみましょう。こちらのスペースではこのように軽食を食べたり自習をしたりすることができます。またコンピューターも3台ありますので、何か調べたいことがあればすぐにこちらで調べることができます。こちらはランドリールームになります。朝10時から夜の7時まで使うことができます。では中に何があるのか見てみましょう。洗濯物は1回7キロまで出したその日のうちに帰ってきます。こちらの洗濯機は週に1度清掃を行っているので、とても清潔で安全です。こちらはフロントデスクです。このように非常にオープンな作りになっています。各国のマネージャーがいますので、何か質問があるときはすぐに聞くことができます。セブブルーオーシャンアカデミーのマンツーマン教室は先生と生徒が対面で学習できるような形になっています。中にはホワイトボードが設置されています。では中に入ってみましょう。 Hello teacher, good afternoon. Hi, good afternoon. Take a seat. Thank you. 続いてグループクラスです。私は1日に2コマグループクラスを持っています。1つはリスニングと、もう1つはディスカッションのクラスです。ではグループクラスの教室に向かいましょう。セブブルーオーシャンのグループクラスは最大で生徒数は4名と少人数制となっています。ですので平等に発言機会が与えられます。では私のクラスメートを紹介します。私のクラスメートは韓国人のジニー、はい、モンゴル人のトギー、はい、ベトナム人のトレイシー、はい、彼女が先生のティーチャーメイアンです。はい、グッドアフタヌーン、ガイ、グッドアフタヌーン。アカデミー2階にはクリニックがあります。彼女が私たち専属のナースです。はい。こちら朝8時から5時まで、土曜日は朝9時から3時までオープンしています。また週に1度ドクターの往診がありますので、ドクターの診察を受けることも可能です。中にはベッドや薬など様々なものが用意されています。では3階に向かいましょう。こちらは3階にあるライブラリーです。ライブラリーでは教科書の購入やランドリークーポン、またロードカードの購入などもできます。その他にレンタルサービスなどもこちらで借りることができます。ではカリビアンルームに行ってみましょう。こちらはグループ教室です。私たちはカリビアンルームと呼んでいます。こちらではグループクラスを行ったり、先生のトレーニング、また本日はビジネスコースの生徒のプレゼンテーションが行われます。夕方には人気のズンバクラスもこちらで開催されます。こちらは食堂に併設されているキッチンになります。1日3食こちらで食事が用意されています。専用のスタッフたちが新鮮な食材を使って食事を作っています。こちらは食堂です。食事は毎日3食提供されます。ではいただきましょう。では、いただきます。私たち
ちが生活する寄宿舎は学校から歩いて3分のところにあります。ではこれから私たちのお部屋を紹介したいと思います。こちらは一人部屋です。では早速中を見ていきましょう。こちらはバスルームです。中にはトイレとシャワーブースが設置されています。奥にはベッドと机、またシンクもございます。キャビネットもありますので洋服など収納することができます。こちらは2人部屋です。では中を見ていきましょう。こちらはバスルームです。シャワーブースはこのようになっています。中には2人分の机とベッドがあります。またこちらにはシンクも備え付けてあります。キャビネットも2人分ありますので貴重品をそれぞれしまうことができます。こちらは3人部屋です。では中を見ていきましょう。こちらはバスルームです。トイレとシャワーブース、またバスタブもついています。3人部屋にはベッドが3つ分、またデスクもそれぞれ3つ用意されています。キャビネットも3つありますので自分の洋服をしまっておくことができます。また3人部屋最大の特徴はオーシャンビューです。ではベランダに向かいましょう。こちらがセブブルーオーシャンのオーシャンビューになります。セブブルーオーシャン学校紹介は以上になります。楽しんでいただけましたでしょうか。皆さんとここで会えることを楽しみにしています。それではさようなら。